それでは、岩手大学農学部応用生物科学科の説明を始めます。応用生物科学科では、生命の現象や食品素材の特性、生物圏での物質の動きを理解する。テーマの基礎知識を科学的な視点で学習するとともに、それらに関連する実験技術を学びます。以上の知識及び技術をもとに。 微生物・動物・植物資源の有効利用や生物機能の応用についても学びます学んだ学問の理念と知識及び実験技術を社会で生かすことができる人材の養成を目的としています応用生物科学科では何を学ぶのでしょうかまず1年生・2年生では教養教育科目を学びます この科目は、岩手大学のすべての学生が受講する科目です。農学以外の様々な学問領域での知識や思考法を学び、幅広く深い教養を身につけることを目的としています。この科目に加えて、農学分野で必要となる数学・物理・化学・生物などを学ぶ専門基礎科目、農学分野の幅広い知識を習得するための学部共通科目を学びます。 なお応用生物科学科1年生では実験科目として基礎科学実験を履修し科学実験の基礎を学びます二年生になりますと生化学基礎分析化学天然物化学分子生物学1などここに挙げた応用生物科学科の専門分野に関わる科目を学んでいきますさらに赤で示した分析科学実験などの実験科目を加わり 応用性別科学の分野での実験技術を高めていきます3年生になりますとここに挙げた植物栄養学・肥料学・微生物生理学・機器分析化学など応用生物分科学分野のより詳しい内容を学んでいきます赤で示した生化学実験をはじめとする6つの実験科目を履修し 専門的で高度な実験技術を身につけていきます3年生後期になりますと研究室に配属されます4年生になると卒業研究に取り組みます希望する研究室で卒業論文を作成します問題点を把握し、それを解決する手順と方法、結果の評価、成果の発表、報告書の作り方を学びます 応用生物科学科の4年間のカリキュラムの中で指定された科目を履修するとここに挙げたような資格の取得のための要件を満たすことができます応用生物科学科にはここに示す12名の教員が所属していますそれぞれの教員はどのような研究を行っているのでしょうかこれからのスライドでは各教員が研究の内容を説明していきます まずここに示す生命現象の解明に取り組んでいる6名の教員による説明です生化学研究室の山下です私の研究内容について説明します分子シャペロンと言われるタンパク質は細胞の中で新しく作られたタンパク質を組み立てる役割を持っています 最近では高校の生物の教科書にも載っているので聞いたことがある人もいるのではないかと思います。分子シャペロンはそれ以外にもいろいろな機能を持っておりその中に生命活動に悪影響を与えるさまざまなストレスから細胞を守る働きがあります。私は分子シャペロンがどのようにして細胞を守る働きを行っているのかを明らかにする研究をしています。 また、その研究で得られた情報をもとに、緑内障などの網膜疾患の治療薬の開発を進めています。将来的には、アルツハイマーやパーキンソン病、統合失調症などの神経疾患の治療にも応用したいと考えています。以上です。生化学の宮崎です。私の研究は、 動物の行動や生理現象を科学的な視点から検証し解き明かすものであります主な対象はこちらの写真にあるように猫や犬といった私たちに身近な反流動物となります皆さんは猫が完全肉食動物ということを知っているでしょうか私は猫は何で肉ばかり食べても人のように高コレステロール結晶にならないでいられるか 猫特異的な脂質代謝機構を発見しましたので、それに関する研究を進めています。2つ目は、匂いやフェロモンを介した仲間とのコミュニケーションのメカニズムについて、科学的なアプローチで研究を行っています。また皆さんは、猫にまたたびといった言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、何で猫がまたたびに反応するのか、 このまたたび反応の生物学的な意義と、猫が動物だけがまたたびに反応するメカニズムに対して、科学的なアプローチとゲノム解析によって研究を進めています。分子生物学教室西山です。タンパク質膜輸送、つまりタンパク質がどのようにして膜挿入したり膜透過するかという分子機構の解明を目指しています。 我々はモデル生物大腸菌を用いてタンパク質マクソウニ膜糖化反応には糖質 NPS が必要であることを発見し右の図のような構造を明らかにすることができました糖質でありながらマクソンに反応を触媒することから糖質酵素という新しい概念を提唱していますこれは糖質が酵素のような働きを持つことを示した初めての例になりますまた、NPS は 生体膜の流動性が低下する低温下で発現量が大幅に増加し低温下でもタンパク質膜輸送がスムーズに進行するようにします。左四つのようなタンパク質膜層に膜糖化の分子機構は 大腸菌から高等動植物まですべての生物で保存されています我々は高等動植物にも n p s に類似した機能を持つ物質が存在することを発見しましたこれからは植物 n p s を同定し低温耐性植物の開発や気と n p s を同定し老化やパーキンソン病などの原因の解明を進めていきます 細胞生物学研究室では、ゲノム編集、イネシ子シ改変、遺伝子工学、四つ葉のクローバー、細胞増殖、組織文化をキーワードに研究を続けています。 ゲノム編集による稲種子サイズの改変人のがん関連遺伝子が稲では種子形成時の細胞増殖に関わることが分かりましたゲノム編集によりこの遺伝子を変異させたところ種子サイズが増大しました写真のように普通サイズのイネをゲノム編集させることにより種子サイズが増大しました今後この技術を応用してさまざまな遺伝子機能を解明し種子サイズの増大したさまざまな稲を作出していきたいと思っております 次にクローバーの多様遺伝子の研究写真のように通常クローバーは三つ葉を形成していますがこのように四つ葉を発生する株5つ葉を発生する株それ以上の多様を発生する株が存在していますこのようなクローバーの多様発生のメカニズムについて遺伝子レベルでの解析を進めています現在までのところある遺伝子を改変することにより残念ながら歯の枚数は増やせなかったんですがこのように丸型の 形状を三角型に変換することには成功しています今後この技術を利用してその他の遺伝子を改変することにより多様発生するクローバー株のサ作スを目指し研究を進めています天然物性化学研究室はケミカルバイオロジーを専門とし食材・植物・微生物などの天然資源から遺伝子変異酵母株 病気の攻防を用いて生活習慣病に有効な新しい機能性物質バイオプローブを探索しそれを用いて生命現象を解析する研究を行っていますその一例として約9000万年前の九十四周園の植物の樹脂の化石である九十三個枠に世界で初めて遺伝子変異酵母株の生育を回復させる活性を見出し 活性物質を単に生成して構造を決めたところ新規構造であったのでくじガンバろうルと名付けました物質特許を取得するとともに動物で抗アレルギー活性細胞でメラニン酸性抑制活性などを見いだし2015年に化粧品として実用化し地方創生震災復興に貢献しようと努力しておりますこのような 科学と生物学と機能性の研究に興味のある皆さんは木村と一緒に学んでみませんか続いて応用微生物学研究室の紹介になります。 当研究室では、微生物は物質を作る生態工場と考え、微生物の力をフル活用し、有用物質生産を目指しております。自然界より有用菌を管理し、物質生産に関与する鍵酵素の取得及び機能改変を通じて、大腸菌などの組み換え微生物の代謝系を目的物質生産へ向けて最適化することで、バイオプラスチックや 化成品原料及び医薬品原料のなどの有用物質を合成することを目指しておりますこれまで化学合成法で合成されてきた物質を微生物合成することによってバイオプロセスだからこそ容易となる高品質なものづくりを目指しております さらに、バイオマスや未利用資源を有効活用した環境低負荷型のシステムを構築し、地球の未来に明るい技術構築を目指して、日々研究を行っているところでございます。次に、食と健康に関する研究に取り組んでいる3名の教員による説明です。食品工学研究室です。 私どものスローガンは安全で美味しくて健康維持に役立つ食品を環境への負荷を低減しつつ効率よく安価に安定した品質で作るための食品新素材製造法及び品質評価法を開発することです主な研究テーマの一例として食品の構造と機能性の説明を知っておきます中身は3つでまず個体食品の理化学的特性と 性性との関連性を明らかにして3次元造形法を利用することにより減塩食品および低糖質食品を開発につなげます2つ目が固体食品の理化学的特性と咀嚼塩化用意性との関連性を明らかにして3次元造形法を利用することによって塩化困難者対応食品の開発につなげるということです3つ目が食品テクスチャーが 良好な米飯界の調整に向けての米飯流重点構造のモデル化を素織化動力学シミュレーション法を用いて、えー、実現し、えー、口どけはいいけどもしっかり握られているシャリ玉を作る寿司ロボットの開発につなげます大豆サポニンは豆腐や豆乳など大豆加工食品の味と健康機能性の両方に 影響を与えます味の良いサポニンや特別な健康機能性を示すサポニンだけをたくさん蓄積する新品種大豆を作り出せれば豆腐の味が変わったり甘い豆乳ができたりもっと健康機能性成分が増えて健康になるなどが実現できます。そこで私はサポニン素性変異体を探し出して 人工交配で大豆に有用な遺伝子を組み込んで、できた新品種を利用して、新たな健康に良くて美味しい大豆加工食品の開発を研究しています。栄養管研究室の伊藤芳明です。私たちの研究室では、生活習慣病の改善のために、食品成分の健康機能性について、 実験動物や培養細胞を用いて個体レレベベルルから遺伝子ままでの研究を行っています。私たちは油中野菜などに含まれる成分アミノ酸の作用について作用メカニズムを詳細に解析し食材の栄養成分やその他の化合物の新たな有用性や代謝調節に関わる仕組みを明らかにしようとしています。具体的には次のようなものがあります。肥満は代謝異常の背景要因となります。 その抑制効果を持つ食品成分がないか、またその仕組みを研究しています。また、糖尿病はインスリンの作用が低下して血糖のコントロールが悪くなる疾患です。私たちは病気を緩和する可能性のある食品成分の作用機序や安全性などを調べています。ここにはありませんが、骨格筋の量や機能維持についても研究を進めています。 ここで学んだ卒業生、大学院修了生は、食品や医薬関連企業、検査機関、公務員として活躍しています。最後に、生存環境に関する研究に取り組んでいる三名の教員による説明です。はい、えー、生態熱制御システム学の伊藤です。えー、私たちは植物の中でも、 発熱する植物を対象とした研究を行っています。えー、具体的にはですね、えー、この左の方に写真がありますが、座禅草という植物があおりますけれども、この植物は、寒冷環境でで積極的に発熱すする植物です、えー、この植物の発熱には、えー、呼吸ですね、細胞の中のミトコンドリアにおける呼吸。 の調節が非常に大切な役割をしております私たちの研究の中ではですね坐禅層を含めた発熱する植物の高温性を支配する原理やメカニズムの解明を行おうとしております一般植物は発熱はしないとまた体温調節もできないというふうに思われておりますが座禅層のような高温性を持つ植物がおりますので その体温の調節の仕組みを明らかにしたいというふうに考えておりますはい、ありがとうございました植物栄養生理学研究室の鈴木です私の研究室では、光合成を利用した作物の生産性改良を目指しています主要な研究テーマの一つが、光合成の機能改良で炭酸同化能力の強化です 光合成は光のエネルギーを化学エネルギーに変換する。光化学系電子伝達系と化学エネルギーを利用して、大気中の二酸化炭素を材料に糖を合成する炭酸同化系から構成されています。このうち、炭酸同化系に注目し、二酸化炭素の固定を担う酵素である。ルビスコの量の最適化や機能改良。そしてルビスコの気質の再生産能力の強化に。 遺伝子組組み替え技術を用いいて取り組んでいますもう一つの主要な研究テーマが植物の環境ストレス診断です。植物がストレスを受けた時に生じる高科学系電子伝達系の変化を非破壊的に測定し栽培管理の簡便化に応用することを目指しています。これらの研究を通じて農業センサーに貢献できればと思っております。 土壌学研究室教員の立石隆弘です私は土壌微生物バイオマスの機能を土壌の肥沃性の向上や環境修復に応用する研究を進めています土壌中には非常に多くの微生物が生息しています土壌中に生息する微生物群種全体を土壌微生物バイオマスと呼びます土壌微生物バイオマスは植物が利用する養分の貯留や そのの供給源としてて機能を持っています生態系に火災火山の噴火津波などのか乱が加わるとそこに生息している植物は大きなダメージを受けますその後植物は徐々に生育していきますがその時土壌微生物バイオマスは養分の貯蔵庫供給源として大きく貢献しています私は広配置の環境修復 土壌中に利用されずに残っている林資源の回収、森林土壌に沈着した放射性セシウムの隔離に対して、微生物バイオマスの機能を利用する研究を行っています。さらに、アンモニア菌を利用した窒素成分の多い体質製造法の開発を進めています。以上です。このように、応用生物科学科の教員は、ミクロのレベルからマクロのレベルまで、 多様な研究に取り組んでいますさて応用生物科学科での教育を受けて卒業した先輩たちはどのような進路に進んでいるのでしょうか昨年度2020年3月の卒業生の進路を紹介します卒業生の48%が本学大学院に進学しています一方公務員には卒業生の11%が また民間企業には38が就職しています民間企業の業種は食品製造から科学技術関連情報処理金融などさまざまで幅広い業種に就職していますこちらは今までの応用生物科学科卒業生及び大学院修了生の進路の一部です大学教員研究職 分析専門職、生産技術、品質管理、公務員など、さまざまな分野に就職し、皆さん活躍しています。学科紹介はいかがだったでしょうか。わからないことがあれば、岩手大学農学部のホームページをご覧ください。受験生の皆さんが、岩手大学農学部応用生物科学科に興味を持ち、 今後の進路を検討するときの一助になればと思いますそれではこれで応用生物科学科の説明を終わりますご覧いただきありがとうございました